ギュンター・クバントは、ドイツの実業家である。今日、自動車会社の BMW、製薬会社のアルタナ、電池製造のファルタなどを所有、支配するクバント家を築いた。ドイツ・ブランデンブルク州プリッツバルクに生まれる。一度目の結婚を経て、1921年にマクダ・リッチェルと結婚、長男、ハラルトを設けた。しかし、 年齢の離れたこの夫婦は不和となり、1929年に離婚する。マクダはその後、ナチス幹部のヨーゼフ・ゲッペルスと再婚した。クバントとマクダの間に生まれたハラルトは、ゲッペルスの養子となった。後に、ナチ党が政権を掌握し、ゲッペルスが国民啓蒙、宣伝大臣に就任して、国家の最高指導部に列したため、この血縁関係は、 クバントの事業に大いに資するところとなる。その後1945年のナチスドイツ滅亡までの間、ナチスとの関係を利用して、強制収容所から労働者を徴収、自身が経営するベルリン、ハノーファー、ウィーンにある工場での強制労働に就かせた。強制労働は毎月80名程度が死亡するほどの過酷なものであったが、それにより気づいた莫大な富は、 後の BMW 経営再建等の資材となった。1946年、ナチスとの関係により逮捕、拘束され、1948年に釈放された。1954年、休暇先のエジプトカイロで死去。ナチスドイツの敗戦後、所有する会社は一時没収されたものの後に取り戻し、一族は次男であるヘルベルトクバントを中心として、 再び富を築くことに成功した。現在、ドイツの長者番付100位に名を連ねる同家の人物は8名にも、達し、ヘルベルトの妻ヨハンナ・クバント、その息子ステファン・クバントと、娘ズザンネ・クラッテンは、経済史ホーブスが発表する、世界長者番付の常連でもある。他方、同家は、ナチス時代の強制徴用と強制労働の事実を認めず、 生存している被害者からの賠償請求も受け付けなかったと批判されている。ドイツ公共放送は2007年10月1日、クバント家が過去に行った上述の悪行とナチスへの政権援助を暴き、その後の責任逃れを追求するドキュメンタリー番組を放送した。放送は予告なしに行われ大きな反響を呼んだ。ABBMWS カンドットファミリーフェイセズイッツナチパスト。ありがとうございます。